行き先は決まっているのか？皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラマ聞いてです。では、本日は、ライザーのアドリアスに、終わりの錬金術、血の秘密の鍵をやっていきましょう。違う世界か。すげえ不思議だけど、楽しければ何でもいいさ。67らへんやし、70やし、レベル3したらだけやし、大丈夫ちゃうかな。俺も使えるのか？思って行ってみよう。そう、行ってみよう。一度やってみるのが、いい。それで無理であれば、まあ、レベル上げたらいいんちゃうっていう感じ。うん。装備品も、ちゃんと、できてるわけやし。できてるわけやし。うん。やっぱ、RPG ってね、まあ、そういうところよね。装備品ちゃんと、その時の適正の装備品やっていきよっていうことよね。うん。それは俺も思っていることなんよ。ただやっぱりさ、スリルを求めてしまうがあまり、装備を固定でやってることがよくある。どのゲームで。ほんまにそれ。うん。倒すぞと。前に一度ね。振りゲーやるってなったやつ。今だと。楽にいけそうだよか。よし。どう？よいしょ。ナイス。よし、オッケー。 CC3 だってんねん。オッケー、ナイス。どう？よし、オッケー。エネルギーありか。だけ使っとこう。よいしょ、ナイス。オッケー、ナイス。いや、またかい。よし、オッケー。どう？よし、ナイス。あ、見せた。あ、これ勝てそうですね。よかったよかった。パトリシアに変えていくと。うん。オッケー、ナイス。うん。おい、気をつけろ。やばい雰囲気だぞ。じゃあクラウディアに変えていく。オッケー。どう？あかんか。そうか。いや、こっちは結構きついよ。こっちは結構きついですよっていう話よ。こっちは油断大敵だった。Come on.
エリキシール剤使う。いや、使うでいいか、いいか。ネクタル使っとこう。うん。オッケー、ナイス。いっちゃって。ナイス。やられた分、お返しさせてもらいます。うん。はい、オッケー。よい、どうよ。うん。風の力を最大限に。ネクタルあったっけ？あったあった。じゃあ使っといて。オッケー。焦るほんま。よし、助かる。ライザさん。やれ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。そこだ。どうした？よいしょ。オッケー、また赤い。あ、いや、生きた。なんで、今回何があった？何が起こった今。分かってないよ。分かってませんよっていう話よ。ブラジグちょっと使うか。さあ、力を見せろ。守りが解けたよ。集中攻撃で行くぞ。うん。あれ、嘘？マジか。そこだ。ライザー、お願い。止まるよ。はい。オッケー、ナイス。どう？どんな感じ？どう？うん。よいしょっと、オッケー。アトリチアに変えてく。もう OK。 フェイタルドライブ。フェイタルドライブで終わらせる。またつまらぬ王を切ってしまった。的な感じ。的な感じが否めない。容赦。ぐわぁ。嘘！まだ生きてる！まだ生きてる！なんだと思ってる。よーし、レベル上がった。はぁ、あ、はぁ、あ。どうにか倒したけど、どうして大人がいたんでしょうか。原因は、ここの空気じゃろ。お、ここは何百年もの間、狂気の温泉、いや、じゃけ、温泉じゃ源泉に支配されたヒルフサの、東の、んいや、おヒルフサの里のようなものじゃ。お、そうなんや。その場所、そんな場所を支配していた個体が消えたのじゃ。村の王様が、いや、王子が、東の、いや、じゃ、違う、里の王者になろうとしてもおかしくはない。野良の王主？そんなのいるの？いるに決まっておろう。王主といっても、主戦は生物の一個体なのじゃからな。とはいえ、死してなお王主をおびき寄せるほどの影響を残したままとは、狂気の源泉の恐ろしさを改めて思い知らされるの。やった。それだけじゃなく、風邪だった。人間の世界とは異なる空気だ。きつかった。レベル上がってたと、レベル上がって装備も新調してたとはいえきつかった。マジそれよ。うん。よし。見ていこうか。みんな気をつけろ。
少し手強そうな奴がいるぞ。お？あまり見たことない奴だな。あれは、お前たちが倒してきたヒルフサと比べたら、強いのか？戦ったことないからわからないけど、女王とかは別としても、決して弱くないと思う。いや、油断ならぬ気配を感じる。心してかからないと、痛い目に遭うぞ。こいつを見た時から感じてる。とんでもなくヤバい敵だ。そうか。なら、こいつを倒せば。ちょっと、ボスよ！ボス？みんな、行くよ！こいつ、ちょっと。またかよ！またかよってなったよ。どんだけ戦闘好みなす民族やねん。ボースは。民族や。人か。人やねん。民族ではございません。結構勝てえぞ、こいつ。オッケー。お願いパチとか、なんかそういうテレビ番組にありそうな気がしてくる。そんな気がする。うっそ。オーケー。うん。結構勝てるぞ、こいつ。うん。よいしょ。まだ早いな。うん、アドレスに変えていこう。あれあれ、できなかった。悲しみ。オーケー。あれ、あれなんか変やぞ。あれ、なんかできない。いや、別に使えてる。うん。痛いな。よいしょ。フラフトリオ。あぶな、い、ちょ、ちょ、あっぶねえ。ブラジルオッケー。さあ、力を見せろ。任せて、フェデリーカさん。これを使うべき時ですね。ウニと、このクリスタル、力を貸して。いつ守りが、集中してくれるかも。オッケー、ナイス。よし、バトリシア出していく。うん、なんかちょっと変だな、バトリシア。バトリシアの様子がちょっと変だな。ちょっとこれ使っとこう、自分に。オッケー。結構勝てえぞ、こいつ、ほんまに。やばい。オッケー。だいぶ勝てえな、こいつ、ほんま。やば。ありがとうございます、ライザさん。
うん、クラウディアに変えてこう。私に任せて。燃えるがいい。おっと、オッケー、よいしょ、ナイス。どう、いや、勝ったほんま。いや、あ、終わった終わった終わった、おっと、うわ、きつかった。おー、レベル上がる。ボス、すごいぞ、やったな。どう、これで妙なわだかまりは解けた。ま、少しはな。少しか。しかし、一人でやったわけではないからな。逃げ切らないやつだな。まだそんなこと言ってんのかよ。大体、あの古城の竜だって、別に誰か一人で倒したわけじゃないんだよ。そうだよ。ボース君はもう悩まなくていいんだよ。そうか。それなら、これでやっと、お前たちと一緒に冒険をしていると思っていいんだな。なんだか、少しすっきりしたぜ。